パワープロくんポケット、よし、パワープロくんポケット極悪高校編やってっか。続きでもってね、前回はとりあえず部員を全員集めて、で顧問の先生もこの陽子先生か、顧問の先生も陽子先生がまあ来てくれたってことで、なんとか廃部の危機は免れたんだけど、また教頭先生がまだ余計なことを言いやがって、今年中に公式時練習で、練習試合で、まあ一勝でも上げられなかったら、まあ敗部と言われたんでね。まあ頑張って一勝でも上げてっかってことだったんだけど、前回さ、なんか暁高校と試合やったんだけど、8回裏から、3対、あれかな、2だったのに、3対8まで持ってかれて、ボロ負けしたんだっけ。いやね、全然野球の試合のルールよく分かってなくて、操作方法も分かってなかったから、もうちんぷんかんぷんだったんだよ。だからちょ、今回は頑張って能力とか上げてって、でもって試合はね、今ここのまた手元にある説明書読みながらやるんで、今回ガチでやります。つうわけでやっていこう。ただ問題がいきなりありまして、血の毛がめっちゃ多いんで、なんか練習と妨害しかできない。さらに、右上の体力が全然ないんで、怪我もしやすいと。ただ練習しないと血の気が下がらない。こいつはまずいと。じゃあどうすればいいと。ランニングだな。よし、 OK。 ただ血の気があんまり下がんないな。今からみんなでカラオケに行かないか。お、広山くん急に。まあ、カラオケね、いいね。最近行ってねえからな。行くんだな。男だけでやんすか。さとみちゃんも、ゆうきちゃんも、誘うでやんす。まあ、気晴らしにはいいか。そして、ララララララ、パチパチパチ。平山くんは歌がうまいのね。むむ。次、おいらの番でやんす。お、急に亀田くんが。亀田くんが気合入ってんな。時空戦士、ガンダーロボの歌を歌うでやんす。アニメソング？行くぜ。とどめのパンチが、ひどい。あるあるだよな。俺もさ、基本的にアニソンしか歌えねえからさ。アニソンと、まあ、あとなんか有名なのがバンプやらなんやらみたいな、しか歌えねえからな。俺もね、歌あんま上手くねえんだよな。ひどい歌だ。ああ、もうバカ誰が！血の気お前のせいで上がっちまったじゃねえかよ。てか体力ねえじゃん、もうこれやばくねえか。あ、え？誰？いや、マリコ。今度、テーマパークに遊びに行かないか。あれ、待って、三鷹くんだっけ？三鷹くんさ、前回パートもなんか、アスカちゃん口説いてたけどさ、ちょっとこいつやべんじゃねえのか？てか、この右のさ、なんか、いかにも、なんだろう、2000年代のギャルみたいなやつは誰だ？知り合いからフリーパスをもらったんだけど、え？やったー。え？一歩前進だな。三鷹くんの能力、あ！マリコの、え、これ彼女候補なの？これ彼女候補？マジ？しかも俺の知らない間に好感度が下がってるっつ。あ、でも、あれ？でもあれだな、彼女の評価で、さっきのなんかマリコって子は、いないな。どうなんだろう、彼女なのかな？それともまだ出会ってないから、ここで登録されてないってだけで。ただこれやばいだろ！これやばいザウィーだろ。怪我率めっちゃやべえぞ。血の気を下げないとマジで。もう仕方ない。ランニングするしかねえ。もう怪我すんな。頼む。お願い。よし、OK。てか、でも血の気そんな下がんねえかんな。血の気下がるイベント起きろ。マジで。あー、ダメだ。いや、怪我？ 3 割て。血の気下がるイベントないの？22% かも引かないの祈るしかねえな。引くな！ああ！もう、肩爆弾がついてしまった。何これ？いや、まだあんの？血の気もさ、やばいって。肩爆弾って何？ここ？爆発するとゲームオーバー。なあ。マジですの？
もうこれ妨害作戦するしかないの。じゃあ、いやストレッチしよう。ダメだもん。で体力上げるしかねえ。ブリッジ君、もうじき夏の大会ね。練習試合を組んできたわよ。へえ、相手はどこですか？パワフル高校よ。あ、去年うちが下剤入り弁当を使ったところだな。なんかさ、前々回パートぐらいで俺のブリッジのことをさ、なんか怪しいやつから助けてくれたやついたところだよな。これは正々堂々戦いたいな。どうかしたの？え、いや強いところかなって思ったんです。先輩知らないんですか？何を？パワフル高校って言ったら暁高校と並んで地区の優勝候補ですよ。ええ、あれ、この前怪しい勧誘に引っかかりかけてたやつじゃねえか。あの時の。いや今日はよろしく。ふん、今日は弁当は用意してねえみてえだな。でもどうせなんか汚い作戦でも用意してんだろ。失礼だな。極悪高校野球部は生まれ変わったんだ。え、キャー先輩かっこいいです。お、なんかゆうきちゃんの好感度上がってんね。8回裏2対1。なるほどな、1点リードされてんな。パワフル高校確かに強い。だがまだ終わったわけじゃないぞ。やる気がにやがった世間評価4、ゆうきちゃんの好感度6。いいだろう、パワフル高校か。よし、今回にはこの俺には説明書がある。ちゃんと読んでやっていこう。なんかいろいろできるみたいなんだよな。で2対1で、ちなみに8回裏だっけ、俺らからの攻撃か。ちょっと待て。ただ相手も、あ、やべ、ちょっと待って、相手やべくんいいんだ。スコアだっけ、ホース、やべくん。あ、でこれが松倉って人があれだ、俺を助けてくれた人か。なるほど、ここで見れるんだ。ただこの遠藤から沢村、谷川、斎藤までは同じ顔で、駒坂、河本、戸井くんっていうのは、まあ、なんか顔があれだな。で、松倉くんって人が、まあ、主要キャラクターって感じか。了解。でもってね、ちょっと真剣にやる、今回。さすがに、勝たねば。あ、勝たねばまずいから、ね、ちょっと待ってて。やべ、この説明書ちっちゃくて、めくりずれよ。野球。打撃操作。移動と A でスイング。で、なんかね、R でミートカーソル切り替えっていうのができて、で、強振にするとバットに当てにくくなりますが、強い打球が打てます。強振ってことは、なるほどね、多分通常よりも当てにくいけど、やっぱり、いい打撃が打てるようになる。今まで俺さ、多分普通状態やってたから、全然球投げれなかったんだよ。で、走塁もできると、移動 B で、三塁、二塁、本塁って感じで。しかもこの十字キーってあれなんだね。右のカーソルが一塁で、上が二塁、左が三塁なんだ、基本的には。なるほど。OK、LR もちゃんと使ってな、設定キャンセルって感じで。で、バントもできると、L ボタンで。了解した。じゃったら、これはもう、強振で打つしかねえ。バッ！くそが！今のでもよかったな。いいよ、強振で打とう。オッケー、今行ったんじゃない？来たー、行け、走れ、走ってくれ。いや、ごめん、戻って、あ、ごめん、あ、すが。あー、ちょっと今のチキったな。今言うともっと早く L 押しがよかった。よし、これも強振で打とう。いや、行くな、勝手に行くなよ。勝手に行くんじゃねえぞ。いや、あん。まあ、一塁一人送った。いいよ。これ今回はちゃんとできてる。いや、強振を覚えた俺にはもうね、敵はない。で、いた、あ、走れ。あ、なるほどね、相手が取りミスったのか。オッケー、ナイス。これはいいぞ、相手のミスはいい。よし、これで1点入れてえな。うわぁ、くそが、うぅ、ちょ、冷静になれ。で、ボール。ストライク、マジ？くそ、よくわかんなかったな。うわぁ、くっそ、今、あと、一人送れるわ。せめて一人送ろう。一人送るしかねえ。で、ボール。あ、これあれかな？なんだっけ？なんつうんだっけ？これ。これをなんつうんだっけ？これなんて言うんだっけ？なんかもう、見送りか。もう完全に見送る気満々か。で、亀田、頼むよ、亀田くん。お前のヤンスパワー見せてやれ。
ヤスパー！くそ、あヤスパー！あーくそ、マジかよ。やばいやばい、次カラバトル終わりだ。やあせっかくのチャンスを、やばい、ここで打ち取るしかねえ。ちくしょう、今のめっちゃチャンスだったのにな。で、なんか知らんけど勝手に変えられてる。これ何なんだろうね、勝手に変えんの。まあいいや、任してやろう。で、相手は遠藤くん。あ、相手も代打で組んできてんな。やべえ、これ勝ちてえな。って普通に言ってきてんな。え、マジ？よし、OK。 まあでも今のは弾取れるようになったから、もうしょうがない。え、マジ？え、あ、ちょっとお前らなんで棒立ちなの？なんで今棒立ちだった俺。ちょっと待って、いったタイム、守備操作は移動で、選手の固定でもって選手を移動させる、で操作選手の固定は R か L で、補給してない時ボールに一番近い選手に移る、で送球は塁を指定せずに A ボタンを押すと一塁へ、B ボタンを押すと CPU が送球先を判断して送球する。ああなるほどね。で中継に送球で R。 ちょっとやべ、俺守備苦手かもしんねえな。とりあえずストライクってか、まずマジで、え、マジ頼む。 OK です。あー、まあでも相手戻っちゃったか。まあ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 、いいぞいいぞ、今の打ち取れたのでかい。あー、しかも代打か。代打ってことは結構パワーがあるんじゃねえか。でも F って書いてあるからそんな大したことない気がすんな。まずフォーク。え、あー、よかった。ちょっとなんか俺冒頭多いな。やっぱ、あー、でも肩こと、肩壊してんのが影響してんのかな。え、あー、やっぱ肩壊してるから。あ、なんか知らんけどよかった。なんか知らんけどよかった。あぶね、あーぶなすび。この回打ち取れ、うまく。この回打ち取れればでかい。くそ、打ち取れ。いや、よし、 OK。 とりあえず、とりあえず無難打ち取るぞ、マジで。ストライク、いた、ボールで様子見て、高め。あ、くそ、あ、見逃したか。しょ、え、待て、やばい、あ、あ、ま、あー、いやー、なんで一塁、あ、そうか、普通に A ボタン押しちゃったからか、やばい、3点差。ちくしょう。ねえ、待って、打ち取れない。あー、なんで守備が下手なんだが。え、守備が絶望的に下手。やばい。ダメだ、守備が絶望的に下手。で、武田君は球が速いから。え、待って、これ守備やばいな。で、めっちゃ打たれる。やばい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 。どうするか、いや、何、間に合い、あー、間に合わなかったか。あー、ちくしょ、もう、くそ、やばいよ、取る、打ち取れないよ。え、なんでだこれ俺。あ、あー、もうだ。全然見てなかったよ。もう盗塁なんか気にしてる暇ないよ。え、もうせめて打ち取らせてくれ。あ、よかった、あー、よかった。え、待って、これ固定乗り切れるかな。もうダメだ、もう打ちまくろう。7点取りゃいい。
俺が、6点か。6点取りゃいいんだ俺が。まず新井三兄弟の銀次頼むよ。悪い、オッケー。なもって、悪い、オッケー。やーちょ、なんでだよー、カーブか、もう全然反応できねえ。ボール、いやこれあれだ、フォアボールある。ただ狙えるのは打ってくる。あー、クソか。あれストライクなの？ちくしょう。くっそー、勝てないのか俺は今回も。いやマジでね、攻撃はゴミなんだけど守備もゴミすぎる。俺予想以上に守備がゴミだった俺。ストライク、マジ？もうこれ打つしかねえ。やボールだ、今のはよく見てよかった。ダメだ、これ負ける。また負ける、また5点差で負ける。あー、クソ、ダメだ、反応できねえ。これちょっと見る。負けた、気にしちゃダメですよ。大会の時に勝てばいいんですから。そうだな、よし、次に戦う時には絶対に勝つぞ。よう、試合前はいろいろ言って悪かったな。いや気にしてないからいいよ。前の極悪高校は高校野球部には下剤入り弁当をはじめ、わざとボールをぶつけられたり、いろいろひどいことをされたんだ。だが今日はまともな試合だったな。野球で戦うんだったらいつでも大歓迎さ。ああ、松倉君いいやつだな。次は夏の大会で会おうぜ。ごめんよ、多分このままだと夏の大会も会えそうにね。いいか、うちでやるまではよその学校に負けんなよ。負けそう、あー血の毛が上がる。ねえこれだ、どうしようかこれ。ねえ待って、血の毛下がんないともうどうにもならねえって。はい、ジャパニーズ・チューデンツ。あー大丈夫博士。ねえねえ、あの血の毛下がる、血の毛下がる手術やってね。血の毛を下げて、血の毛を下げる、血の毛を下げる、血の毛を下げさせて、まあ、健康になる、頼むよ。あなた爆弾持ってるね、直してください。ちょっと切り離してつなげるだけです。あーやばいやばいやばい、バイ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 、やばいバイバイバイ。もうでももう俺も藁にすがる気持ちでやる。うわー、あ、気絶してます。とりあえず戻るところに返しておきます。頼む、お願い、大丈夫博士、俺に力をくれ、お願い。あ、治った、よかった。あ、でも血の毛が下がらない。6月21日か、あ、今日は俺の誕生日じゃないか。何もなかった、帰ってゲームでもしよう。ちげえよ、血の毛のせいなんだってよ。どうすりゃいいんだよ血の毛は。よ、血の毛はどうすればいい。いやもう仕方ない、コントロール練習して、もう練習しても血の毛下げるしかねえ。もう2割引きすぎだって。肩爆弾。あーでもどうしよう、もうダメだ、あーこれダメだ、もう妨害しなきゃいけねえんだ、もう妨害しよう、ダメだ。え、誰でやんすか、スナックをこんなにたくさんロッカーの中に入れてるのは。あ、それ俺のカードの負けだからもういらないんだ。違うだろ、カードがおまけだろ、ちゃんと食べろよ。いやそれまずいんだよ、だからといって捨てるなよ。ちぇ、わかったよ、あのいらないんだったらそれ俺にくれないか。そうでやんす、田中君にもらってもらえば丸く収まるでやんす。そうか、だーもうダメだ、やめて、もう仕方ない。行ってきました、なんだっけ、ごめん、なんだっけ、下ボタンで確か前のあれだ、セリフ読めっから、他の学校のチーム予約するぞ、待ってました。でも次のことは絶対に守ってくれ。つうか、夜道、これ、さとみちゃんだっけ。さとみちゃん結構ね、なんかこの、他校への妨害が結構乗り気だからな、意外に危ねえかもしんねえな。でも次のことは絶対に守ってくれ。まず誰にも怪我はさせない。
物をむやみに壊さない、無関係な人に迷惑をかけない。手ぬるいわね。あ、結構あれだね。さとみちゃん意外にやる、そういうのをノリノリなんだ本当に。それはオーケーでやんす。でも具体的にどうやればいいでやんすか。心配するな。こういう時のためのノウハウがうちの部にはたっぷりあるんや。ほれ作戦コスチューム。わあすごいでやんす。じゃあ用意ができたわね。これ今回の学校の場所と学校の中の地図よ。なんでそんなものまで。あれ俺の分は。あら、ブリッジ君はダメよ。この二人ならともかく、あなたが捕まったら野球部全体の責任になっちゃうでしょ。そんなにさ、あれか、街頭さんと、矢部くんじゃない、ごめんよ。亀田くんにさ、そんなに無茶させんのも、あんまよろしくない気もすっけどな。何この初代ポケモンのさ、幽霊みてえなさ。そうや、キャプテンはどっしり構えとったらええ。じゃあ行ってくるでやんす。おい、心配だな。うわ、何これ。赤トンボ高校と、三宮高校に行ってきたでやんす。マウンドの高さと物質のものの場所を変えておいででやんす。まあ、結構気になるもんやで。あんまり効果なさそうね。まあいいじゃないか、二人とも無事だったんだし。ああ、よかった、血の気下がった。でも、まだ。あれ？というわけで、あの連中全然当てになりません。それで良いのだ。待て。え？右の子、さとみちゃん？は？そのうちわかる。そのうちな。え、さとみちゃん？さとみちゃんってさ、やっぱり唐突にさ、転校してきてさ、俺たちの部に入って、部に、なんかマネージャーなのかわかんないけど入ってきて、なんかこういう妨害工作にノリノリってのは、じゃ裏があんのか。わけありだな。夏になったぞ。ブリッジくん、おいらもうダメでやんす。はぁ、練習してもちっとも野球が上手くならないし、彼女はできないし、ご飯は美味しくないし、宝くじは全部外れてやんす。待て、お前高校生が宝くじ買っちゃダメだろうが。この世には神も仏もいないでやんす。やれやれ。亀田のもうダメだ病はまだ治ってないのか。まあ、あれか、ワンピースのソップのなんか島に入ってはいけない病みたいなやつか。キャプテン、どうせ宝くじが外れただけさ。放っておくに限るぜ。なるほど。あー、まだ血の毛か。ちくしょう、いや、これ妨害するしかねえな。よーし、妨害作戦だ。待ってました。この間気がついたんやけど、パワフル高校に亀田そっくりな矢部ってやつがおるんや。へえ、おいらに。で、どうするでやんすか。けけけ。まあまあ貸しときや。なるほどな。矢部くんのふりをして悪いこといっぱいやってきたでやんす。なんか、いや待ってよ、俺さ、松倉くんとさ、結構いい関係になったのにさ。名付けて、アシラとヤヌス作戦や。へえ、例えばどんなことやってきたの。まず上履きの位置を全部変えておいたでやんす。あのね、そんなもので効果あるわけないでしょ。でも大変だったでやんすよ。そういうのを無駄っていうのよ。まあまあ、さとみ、ラジオでも聞いて落ち着けや。口。へえ、偶然やな。パワフル高校で火事があったらしい。まさか街頭さんたちがやったんだじゃないでしょうね。アホやな、そんなもん犯罪やないか。いや、まあでも、まあそこまで街頭さんもやんねえか。そんなことするかい。そりゃそうですよね。偶然にしてはできすぎね。あー、やべ、さとみちゃん。いや、でもまだ。えらいことしてもた、どうないしよう。え？どうしたの、ガイトさん。おー、里美か、聞いてくれ。妨害作戦をやっとったんだけど。ちょっと待って。ブリッジ君に言わずに勝手にやったの？ダメじゃない。すまん。けど、それどころやないんや。俺が投げたバナナの皮を踏んで、転んだやつが。ガイドウさん、それはマジって。そんなことがあったの。でも、車に轢かれたのはバナナで転んですぐに立ち上がらなかったからでしょ。ガイドウさんは無関係よ。え？もうガイドウさんがさ、こんな驚くなんてさ、やべえな、さとみちゃん。いや、そうやけどな。いい？このことは私とガイドウさんだけの、二人だけの秘密にしておきましょう。間違ってもブリッジ君に知られちゃダメよ。あいつは真面目なところあるからな。その夜。というわけです。でかした96号。あのさ、前回のなんか、前々回くらいのパートでさ、おじさんが34号、54号だっけ？呼ばれてたんだよ。これはなんかコードネームか何かなのかな？なんか組織の。なんか P って書いてあるな。あれか、駐車場の P か？
このネタは利用価値があるぞ。クククク。やばい、なんか怖いよ。血のが騒ぐ。ねえ、もう血の毛下げてくれよ。頼むよ。なんもできねえよ。仕方ねえ。今日は白鳥学園よ。それはええんやけど、最近できた大東亜学園はほっといてええんか。どうせできたばかり。あ、で待って、大東亜学園ってさ、なんかあの変なおじさんが、変なおじさんっていう、もう志村さんみたいな感じのおじさんが、なんか俺をはめようとしてきてスカウトしに来たところじゃねえの。野球部が強いわけじゃないじゃない。でも全国からね、選手を集めてという話を聞いたでやんす。余計なこと。じゃあそこはこの次にしましょう。あー、なんかじゃああれか、その大東亜学園っていうのは里美ちゃんなんか繋がってんのか、さっきの組織と。なんかな、裏がある、楽しみだなこれ。ちょっと分かったでやんす。じゃあ白鳥学園に行ってくるでやんす。悪さをして行ってきたでやんす。野球部の部室にあっちこち蜂蜜を塗り込んできたでやんす。名付けてマイスイーツハニー作戦や。これで今頃あいつらの部室はアリンコまみれでやんす。でも効果あるのかな。効果あるんじゃない。私小さい虫がいっぱいいるなんて考えただけでダメ。あー、まあそれ女の子。いや俺もダメだわ。俺結構虫とかダメだから。へえ、でも確か部室の壁にシロアリが巣を作ってたよな。ほらここんとこ。ギャー、まあさすがに里美ちゃんも女の子だってことでね。ドタバタドタバタ、この作戦きっと効果あるよな。まったくでやんす。あ、待って、でも点滅すんの、もう待って、全然練習しねえんだけど俺。夏の大会の1回戦だ。この試合に野球部の運命がかかっているんだ。でも相手は赤月子。勝てねえじゃねえかよ父さん。父さんめちゃんこ真面目そうなやつじゃんけ。めっちゃもう野球なんてくだらないこと何やってるんだって言ってそうじゃん。父さん明日俺試合なんだ。そうなのか。見に来てくれないかな。相手は去年甲子園にいた学校なんだ。まあ明日なら。あ、結構いいパパじゃん。やった。同じ頃、夏の大会の最初の相手があの暁高校だから大丈夫だと思ったけど、なんでも暁高校のキャッチャーの子が怪我したって言うじゃない。下手をすればうちが勝っちゃうじゃない。きー、なんとかしなきゃいけないわね。やばい、なんかしそうだな。大変です、先輩のお父さんが。何？おい京都、おい京都、そこまですんだったら話は別だ。お前ちょっと人の道を外れてんじゃねえか。そういえば球場に来てないし。ブリッジ君、試合は私たちに任せて病院に行きなさい。はい。そして、そんな人入院してないわよ。は？あ！試合に出とらんじゃないか。せっかく仕事を切り上げてきたのに。さっきはオカマ声の変ないたずら電話がかかってくるし、今日は散々だ。ああ、なるほど、引っ掛けられたんだ。負けよ。みんな頑張ったんだけどね。そんなで、お父さんは大丈夫だったの？それが、そんな事故なかったって。あの京都！どうしてこんなことに。やる気がさんさかった。あ、血の毛が上がる。先輩すみません。いたずら電話だなんて、ちっとも。いや、ゆうきちゃんのせいじゃないよ。うわぁ、泣きながら走って行っちゃったね、やんす。俺も泣きたいよ。しかし、そんな暇はないんだよな。いや待って、これ教頭許せねえな俺。あ、みなこくん。あ、みなこちゃん、あれ確かコンビニの店員の子じゃない？なんかローソンみたいな服着てんな。ただあのコンビニ自体は全然ローソンじゃない。やあみなこくん、今度一緒に食事でもどう？たっぷりご馳走するよ。行っちゃおうかな。気晴らしはしないとね。そうね、行っちゃえ。一歩前進だな。三鷹くんの能力が、あーいいねいいね。あーでも好感度下がっちった。血が騒ぐ。ねえ、もうさすがに練習しなきゃダメやって。てか体力回復しないのマジやめろ。仕方ない。よし、妨害作戦だ。もう妨害ばっかだ。里美や、里美ちゃんなら今日は風邪で休みでやんす。その頃、あ、ついに顔が隠れないで顔出てきちまったな。プロペラ団の研修会か。プロペラ団つんだ、 P。 なるほどね、プロペラ団の P か。学校のテストも近いのに。てかさ、普通に学校のテストも近いのにって言ってからさ、普通の高校生ってことか。なのになんでこんな
変なところの研修会入ってんの、バカ誰が。ちゃんとお前女子高生しろ、お前 JK ライフを楽しめ。まあそうい、誰この先輩みたいな何この先輩、何このなんかドラえもんの竹ヘリコプターをなんかそのままつけましたみたいな、そういうな96号、こうやって組織の連帯感をだな。うん、じゃあ今日はやめとこうか。何言うてやねん、今日できることは明日に伸ばしたらあかん。明日やろうや、あ、もうごめん、痴漢だ。明日やろうってのはバカ野郎っていうのと同じだからな。今回は確か大東亜学園だったでやんすね。うん、そんなこと言ってたな。とりあえず行ってくるでやんす。まあ、大東亜学園結局どうなんだろう。え、大東亜学園に行っちゃったの。何かまずかったでやんすか。え、いや別に。しかしすごい学校やったな。何しろグラウンドに入るのにカードキーがいるんやで。パスワードも入れなきゃダメでやんす。そりゃそうよ、何しろプロペラ団の高校野球制圧作戦の。なるほどな、プロペラ団ってのは結構危ねえ組織なんだ。で、高校野球のまあところ入っていろいろやってんのが。でも簡単に入れたよな、他の学生と一緒に通ったでやんす。とた結構あれだな、セキュリティボロカスなんだな。え、どうしたんやさとみ、何一人でこけてんねん。な、なんでもないわよ。それでどうしたの。それで中もすごいマシンがいっぱいあったでやんす。片っ端から配線とスイッチの調整を変えておいてるやんす。それは効果あるわね。オッケー。ね、まだバックボーン96号、今月の給料なし。あ、てかあれだな、こいつボスか。そうか、ボスのシルエットも出てきちまったか。やっぱりこうなったか。ってか給料ちゃんとあんだな。やっぱ金を稼ぐためにさとみちゃんは仕方なく入ってんのかな。夏でやんす、健全な高校生ならここは海に行くでやんす。そうだな、練習の気晴らしに行ってみるか。やっぱり海は気持ちいいよな。これで血の気下がれ下がれ下がれ、ピチピチゲリがやるがいっぱいいるでやんす。そろそろ帰ろうか。ダメでやんす、もう少しいるでやんす、きっといいことがあるでやんす。ん、さらに3時間後、体が火に、おい何がアバンチュールだお前。血の気、あーでも血の気、あーよかった、ついに血の気が、やっと休める、やっと休める、休めら完全にとにかく明るい休めらになったわ。え、じゃあさ今回こんぐらいにするか。いやでも今回な、てかやる気がさめちゃんこ下がっちまった。でもってさ、もう妨害しまくっちまったな。しかもさ、いやちょっとどうしようか。なんかね、結局パワフル高校と野球練習試合して分かったけど、俺ね守備がボロッカスだわ。どうすればいいんだろうかこれ。ちょっと守備をどううまくやるかがちょっと分かんねえな。でもってもう未だに彼女はできねえし、公式試合1回も勝てねえし、もう散々よ。ということで次回パート、てかこのままだとさゲームオーバーになっちまうからさ、いやマジで気合い入れねえと。次回からちゃんと計算してもっと頑張ってやっていこうかと思いますんで、よろしくお願いいたします。ではご視聴ありがとうございました。じゃあねー。